またやりますので、大会参加される方はまた13時受付までお願いいたします。質問等々あったら、適当に、来てもらってください。あ、来てもらって構わないで言ってください。あ、はいはいはい、ゴールドのあのオーサーチンさんはい、あれって何に使うんですか。ちょっと待って、ちょっと待って、いや、あのゴールド使い、ゴールド使いいますか。あの、今、あの、すみません、私ゴールド使いじゃないんで、こう申し上げます。今質問がありました。ゴールドのフォースファンクションの使い道。フェイト2個使うし、何も起きないし、とりあえず、ゴールドのフォースファンクションは、私ヒルダ使いなんですけど、かっこいいとしか。でもただ一応、読み合いの話になっちゃうんですけど、見たことない動きって強いんですよ。何この動き、私どうすればいいのってビビると動きが止まったりするんで、もしくは普段通んない攻撃通ったりするんですよ。おもむろにフォークファンクションからアシミュレーションとか、見たことないから食らうとか、いや、あるんですよ、あるんですよ。だから意味のない行動って意味ないから使わないっていうのはあるんですけど、逆に言うと意味ないからあの使って相手がえこの後何するのって思わせてからタク掛けするっていうのも一応心理戦にはなってくるんで、あの使い道をむしろ考えてほしいところです。まあ意識外のことをするっていうことが非常に重要っていうことがありますね。攻め側の、まあ、ギルディギアでもそうでしょうけど、やっぱり普段と違う連携組まれるとやっぱり他のことが意識から外れるっていうことがあるんで、まあ自分でタックをかける際にいつもと違うことをしてみるっていうのは大事だと思います。なんか大会覇者のじい様からありがたい言葉をいただけるそうなので、まあせっかくなので、いや、すいません、ですね、まあ格闘ゲームもうやる上で、まあ、初級者、中級者、まあ、上級者もそうなんですけど、とりあえずいっぱい考えましょう。これ結構やっぱ重要だと思うんですよ。その例えば負けた時とか、なんで負けたってとこは、まあ、後で見直してみると結構やっぱやってみておかしかったなってとこ出てくるんで、まあ、なんで負けたかってのが分かると、まあ、どんどん上に上に行けるかなってとこはありますね。まあその焦って負けたとかっていうのもあると思いますけど、とりあえず考えるってことは一番最初に重要、まあ覚えておくことだと思います。それなのとりあえず1点まず以上です。すいません。いやいや、じいさんありがとうございました。ありがとうございました。いやでも僕もやっぱ格闘ゲーム始めた時ってとりあえずボタンを押してコンボするのに精一杯だったから、考えるってのはやっぱちょっと経ってからなっちゃったけど、でもやっぱり考える、やっぱ心理戦、どうして勝ってる、どうして負けてる、単純にコパンが速いとか速くないとかって話じゃなくて、その考えて戦っていくっていうのが非常に面白いところでもあります。プラスだと、まあ、いわゆる強キャラ弱キャラってのもありますけど、考えていかないと厳しい面も実際にあったりしますので、非常に大事だと思います。ヒルダの最速壊しは6振りです。勝てません。普通にやってたら、まあ、でもなんとかなってる面もあります。まあ、やっぱこれも考えた結果でもありますし、やっぱ皆さんにもいろいろ考えてほしいと思います。まあ、もちろん考える考えない以前に、でもやっぱりその前によく分かんないから、上手い人の行動をパクるっていうのも正解です。ゴールドは分かりやすいです。なんか知らんけど強いよこの行動っていうのは、ぜひパクるといいです。ただパクった後に考えましょう、なんで強いのって、そこのところを煮詰めていけば自分なりの行動も出てくるとも思いますので、いろいろ見て考えてもらいたいと思います。まあ対戦中考えながらやるっていうのはなかなか難しいことで、これは僕も全然できてないところはかなりあります。結局どこに何を意識していいかがわからないっていうことが非常に思考停止する要因ではあると思いますので、まず最初にどこでダメージをもらったかっていうことだけを覚えておくのも大事だと思います。そこさえなんとか、パージしていけば、まあ、ある程度見えてくる立ち回りもあるのではないかなと思います。予測するセカンドクローブディバイド、そこタクーバ左ますね、左ますね、タクーバ、オリエのスラストはどうすればいいんですかという Q&A 質問がありました。オリエのスラストは非常に高性能です。中遠距離からすごい勢いで突っ込んできて、止める手段がほとんどありません。各言う私の使っているヒルダというキャラ勝てません。止めれる技が一切ありません。ただ対策はあります。一つは
あのさっきも言いましたけど、ガードすること、要はグリッドが溜まるっていうので、あの CSK を渡されてるのが大事になってきます。あ、今順番逆になっちゃったんですけど、俺のスラストももちろん強い、まあ、他にもダッシュシートか、あの強い攻撃このゲームいっぱいありますけど、どれもやっぱ隙はあったりするんで、 CS とセットで初めて強いんですよ。チェーンシフトとセットにすると隙を消せるって意味で、だから隙消せるから打っていいよねって言って打ってくるんで、だからそれに対して CS 剣、チェーンシフト剣を渡さないっていう意味では、ガードするとグリッドが溜まるんで、ちょっと相手が CS 剣がないと相手はパナスしかなくなってくるんでリスクなんですよ。で逆にこっちは CS があるんで、ガードしてガーキャンしてもいいし、無敵時間 CS 使って時間時止めてスラスト見てから割り込んでもいいし、例えば中距離で打ってきそうだなと思ったら D ボタン2回押して EX グリムリーパー打てばいいし、うん。でもう一個、あのそのグリッド、あのガードするっていう対策のもう一つは、あのシールドを押すっていうのかな、シールドをするとさらにグリッドが溜まるん でとりあえずガード硬直も減るから、で俺がスラストしてくるとこって中遠距離なんで、中遠距離でガードしながらシールドボタン押すんですよ。そうすると突っ込んできたら有利フレーム取れ、あこっちがガード硬直減ってグリッドも増える、うん、何もなかったら相手は飛んで、あの何もないんだからシールドが使って終わるだけだ、リスクはなくて、お得感はある。ガードするっていうのとシールドするっていうのは大事です。で、分かんないからって飛ぶと落とされるんで、うん、アサルトは多分潰れます。例えばゴールドだったら何もない空間でガードするとか、多分 3C を置いとくとか、くぐれるかは俺ちょっとあのはっきり明言できないんだけど、あのゴールド最初しか使ってないから。たださっきも言ったけど、置き行動に該当するっていうんです。攻撃判定と一緒にクラウ判定が前に出てくるんで、それに対して技を置いとく。あの座高が低くて長い攻撃、例えばゴルドは 3C かな、とかリンネの 2B とか 2C とか置いといて、スラスト来たって、あの置いてあるんだから自分に当たる前に俺が当たるんですよ、うん。例えばヒルダも何やっても勝てないんですけど、例えば 2C とかを先に出しておいて、そこに俺が突っ込んできたら勝てるんですよ。だからそこがいわゆる置き行動、置きっていう形かな。本当にスラストと正面から喧嘩したらそれは勝てないよっていうのはあるけど、だから格闘ゲームだから、その有利取れるから読み合わなくても一生勝てるよこれやってればっていう行動もあるけど、ただアンダーナイトはやっぱそのシールドシステムもあるし、あのグリッド CS っていうシステムもあるんで、逆に言うとそこも考え仕方次第でも、あの抜けれる方法はあったりするん で逆に抜けてくる相手をじゃあどうやって潰すっていうと、あの違う行動しなきゃいけなくなるんで、そうすると技に幅が出てきたり戦術に幅が出てきたりすると、あと自分の動きができてくる、うん。どうぞ。あら、例えばゴルドだって B グリムリーパー EX 波動は強いよ、強いけど、でもあれも EX 波動を暗転してからシールド2回押すとコパン届かない距離まで距離が離れるんで、そうするとゴルドは 2B をやるか 3C をやるか、もう一回グリムリーパーしなきゃいけなくて、うん。でそうすると、ただただたくまかけるし、バックステでかわすこともできるし、うん。でそもそもガードすればゲージ100使わせるっていうのはすごい強いから、でプラスゲージ100使わせるシールドを貼ればグリッドも増えるから、次のそこをしのげばゴルドはゲージがなくなる、グリッドがなくなる、うん、決して有利とは言えなくなる、ガードすればねっていう。あでそうするとアシミュレーションでガードを割ったりしてくるのに対して、アサルトで割ったりとか、読み合いってそういうところっていうか、でそういうの分かってくると試行錯誤が楽しくなってくる。これやったけど勝てなかった、これやったけど勝てた、なんで勝てたの、たまたま勝てんのか、毎回勝てんのか、うん。そうするとやっていいこといけないこと、要は3回に1回勝てる行動なのか、3回に2回やって勝てる行動なのかとか、でそこが読み合い、うん。例えばそんな何やってもいいけ、あの何やっても勝てるみたいな EX シンクみたいな技を置いといて何かちょっと今日バーって喋った内容を考えつつ、でそれをまあ毎回毎回、そのだから安定行動っていうのがないっていうのと、対策をするところをするっていうのを一個一個やっていくと、あの気づいたら強くなってる、気づいたら強くなってる。だからいわゆる本当に、例えばそこのセナルとかも、あと手間田社長もやってるけど、すごい強いねっていうのはあるけども、一応システム全部体に一個一個叩き込んで覚えた結果そののが上手くなっていったっていうのがあるから、やっぱ格上手い人はやっぱ何やっても上手いみたいな言い方もされるけど、システム理解してなかったら本当が出ないから。
だから別のゲームのトッププレイヤー持ってきてもシステム分かってなくてコンボできなかったら正直勝てるようなもんじゃない。まあもちろん立ち回りだけで勝てるって人もいるけど、本当にそれはシステムじゃなくて間合いの管理。だからそうするとシステム理解第一といろいろやってみて、でプラス間合いとか置きっていうのは大体理解できてくるというか、もしかしたら置いた方がいいんじゃないとか、うん、置かないと勝てないよねこれみたいな、さっきの折り絵じゃないけど、そういうのが出てくると置く置かないって選択肢が出てくる。逆に折り絵だったら、例えばゴルゴで例えば 3C で勝てるんだったら 3C を置いとけば勝てるけど、ちょっと折り絵はやられると嫌だから、ちょっと待って 3C 使ったの見てからスラストすればいい。それが差し込みかな、置きに対する差し込み。リンネのクーガは高さです。アサルトでかわせるかわせないっていうか、地上クーガはかわせます。地上クーガはアサルトでかわせますね。ただ空中は高さかな。だ一発逆転狙ってクーガを飛び越えるアサルトってやってもいいけど、ただそれどんだけ高いんだ、高さがあるんだって話なんで、見てから迎撃されたり、それこそさっき言った見てから高さがあるんで、アサルト JC やって高さがあるから見てからシールド合わせられたら硬直増えちゃうから差し込まれちゃう。あ、オービターはくぐれますね、飛び越えられますねアサルトで。そうそれもできるの。ただそうするとハイド側としてはオービター読みで、オービターじゃなくても飛び込めるわってアサルトしてくるやつが多くなるから、そのアサルトにシールドするの、とかもしくはで、そうすると中距離でモンブロに CS してどうせお前アサルトしてくんだろうって時止めて状況見て、あらクレイバーってやったり、でもそういうのを言うと安定行動っていうのが一つもないんで、そうすると読み合いっていうのになってくるのかな。